そこで僕は襲いかかってくるそのクマを一本背負いで投げ飛ばし、ダーで、その美女を救ったというわけなのさ。やだ、ちょっと聞いてんの？聞いて、なんやねん、そういうところがね、彼氏ができない理由なんですよ。ちょっと、誰が彼氏できへんや。あ、聞こえてんねやないの。邪魔せんとって、今私好きなドラマ見てるんだから。そのあなたね、喫茶店でそんなドラマを見てるってどういうわけなんですか？自由でしょ、それは。今はね、好きな映画もドラマも音楽も自由にサブスクで見られる時代なんだから。そんなこと言うとあきません。自分からそんなブサイク言うとあきません。そうかもしれん、そうかもしれんけど、ブサイク言うとあかん、自分から。ちょっと、えサブ、ブサイクちゃうで。えサブスクや。よさくあきおきる、へいへいほー、へいへいほー、へいへいほー。それサブちゃん、北島三郎じゃなくて定額制サービスのサブスクよ。よかったやん、退学に並んで。もうええわ、荻窪先生助けてください。お手数かけます。最近このパターン多いですね、丸投げパターン。そうですね、マスターもすぐ言っちゃうからな。そう、もうね、諦めが早いね。はい、でも嬉しいですよ、頼られると。はい、よろしくお願いします。はい、マスターはね、サブスクしてないんですかね。マスター完全にサブスクの波に乗り遅れてるな、これは。サブスクっていうのはですね、サブスクリプションの略なんですよね。はい、一定額を支払うことによって製品やサービスを一定期間利用することができる、はい、今注目のビジネスの仕組みですね。ねえ、便利ですもんね。私もコンタクトレンズのサブスクしてますよ。コンタクトレンズは、はい、月額決まった料金を払ったらいつでも取り替えできるんですよ。だからもう破れちゃったりとか落としちゃったりとか、花粉の時期とかすぐ取り替えたいでしょ。便利ですよ。便利ですね、はい、いや、 やられる方増えると思います、それだったら。先生はどうですか？そうですね、僕はやっぱり会計ですとか税金の知識身につけるための勉強しなくちゃいけないですね。そのためにこう制度とか講座講習何回もですね、はい、受けられるサービスやってます。僕も今は本当にいろんなサービスが増えているようなので、こちらについては番組後半のビズログで詳しくご紹介しますね。さあ、そして今回の滋賀経済ナウは、私的にはこんな企業がサブスクをやってくれたら嬉しいなっていう企業をご紹介します。はい、最後までお楽しみに。滋賀県内のさまざまな企業にフォーカスするビズラボ。今回は歴史ある酒蔵でありながら新しいチャレンジに積極的に取り組む竹内酒造株式会社ご紹介します。江戸時代から東海道の宿場町として栄えた湖南市石部。三市水明の地近江においても石部で作られたお酒は美味しいと旅人から高い評判を得ていました。そんな石部の地で明治5年に創業したのが竹内酒造株式会社。来年で創業150年を迎える老舗の酒蔵です。令和3年3月末、新型コロナウイルスの影響により開催が遅れていた毎年恒例の竹内酒造蔵祭りが開催される中、日本酒の未来を開く新しい商品が開発されたとの情報を聞き、竹石社長にお話を伺いました。江戸時代からですね、石部のお酒はですね、名高く我々も伝統の技術を守りつつ、新しい技術を取り入れながら挑戦しながら酒造りを行っております。店舗販売に限らずインターネットを通じて販売を拡大しているところです。輸出に関しても海外にも日本酒がちょっと注目されるようになってきましたので、海外の方にも展開している最中でございます。主な銘柄はですね、もともとの鹿野泉っていうところがメインのブランドでして、近年ですね、新しくただただっていうブランド、これは専門店さんに特化したブランドで展開しております。現状としてはですね、やっぱりどうしても日本酒っていうのは国内の需要としては縮小傾向でして、今まであったような普通の商品ではなかなか売れないということで、お米を変えたり酵母を変えたり新しい商品展開、私どもでは
日本酒ベースのリキュールとかですね、まあ、あの日本酒ベースでスパークリング清酒とかですね、新しい商品展開を行っております。はい、昨年ですね、試験醸造でですね、錆減、錆びないお酒っていう部分で、錆びないって一体何なんだっていうところなんですけども、酸化しないお酒、要は還元状態の電位を持ったお酒で、錆びるっていうこと、酸化するっていうのは物が腐る、まあ、あのワインとかにも酸化防止剤が入ってるんですけども、まあ、酸化防止剤を入れなくてもですね、こう劣化しにくいお酒っていうことで、展開としてはですね、やっぱ輸出においてやっぱ長い間船に乗っていったりとかするんで、やっぱ日本酒がどうしても海外の現地で劣化して飲まれてるっていうことがあって、劣化しない日本酒をなんとか皆さんにお届けできないかっていうところで、昨年試験醸造をしまして、まあ、今回成功したんで、あの限定でまあ販売していこうということになりました。お水自体をですね、酸化しないお水、まあ、水素水っていうんですかね、まあ、それとお米原料にもこだわって、まあ、できるだけこう劣化しにくい状態っていうのは、おそらくまあ世界的にも初の試みじゃないかなっていうところです。まあ、我々こう作った後に飲んでみてですね、まあ、口当たりが非常に柔らかいのと、まあ、少しやっぱり二日酔いね、なりにくいお酒になっております。で、原料っていうんですかね、まあ、そのもの自体がやっぱり劣化しにくいものを作ることができれば、こう日本酒産業自体も今後世界的にもこう評価されて、さらに評価されていくんじゃないかなと思って、で、まあ、将来的にはですね、まあ、この技術を我々だけでとどめることなく、まあ、いろんなところにですね、まあ、技術提供とかしていけたらなとは思っております。日本酒産業、なかなか技術革新というものが非常に難しくて、まあ、お米と水と酵母ということで、現在いろんな大蔵さんもいろんな新しい取り組みをしておりまして、作ったものの状態がいい状態で届けれる技術っていうのは、やっぱりどこも研究しながらやっていかなければいけないし、ワインとかですね、ポリフェノールって健康にいいって言われた部分で、まあ、お酒自体も本当に少量であればおそらく健康には悪くないものなんで、さらにこう美と健康と追求しながらお食事も楽しんで飲んでもらう、あ、なんかこう日本酒飲んだけど現地で飲んだ方が美味しいわとか言われないように、どこに持ってっても同じ味が提供できるようなお酒作りをしていけたら、まあ、産業的にも皆さんに技術提供して、でよそのお蔵さんもあのいいお酒が海外に届けばいいなとは思っております。新しく技術を革新して、こう日本の技術をこう世界に広げていけるものではないかなと思ってます。常に新しい発想で商品の開発や展開を進める竹内酒造は、錆減の他にも日本酒ラベルに短編小説を連載するという商品の販売も行っています。こちらがですね、君が生まれて何日目っていうネーミングのお酒なんですけれども、こちらラベルにですね、まあ、小説を書かせていただいて、で QR コードを貼らせてもらうと音楽が流れる。最近あの SNS っていうのがこう流行ってまして、居酒屋さんでこういうお酒飲んだって、まあ、いろんな方々がインスタとかに上げてっていう中でですね、インスタのためになんか商品が買われてるんじゃないかと、なんかすごい寂しいなっていう思いがありまして、まあ、お酒っていうのはですね、酵母を使ってるもので癖がありまして、まあ、1日召し込んでこう暴れたりする子もりや、おとなしいタイプのお酒もあって、まあ、そういったのをなんとかこう表現でお客様に伝えれないかなと思いまして、生まれてから何日目っていう小説の背景と、まあ、お酒作りを重ね合わせて、こうなんとか思いを伝えた。あとお酒を飲んでる時に味だけで楽しむっていうわけじゃなくて、まあ、いろんな方向角度から楽しめる商品をなんとかして作りたい、まあ、新しい角度からいろんな人に楽しんでもらえるように企画した商品です。30話予定しておりまして、マザーレイクの脚本した作藤優さんという方に小説を書いていただき、こういう文字の書家の方は修練さんという方に書いていただいております。滋賀県に縁のある方で作りたいということで、まあ、お声掛けさせていただいたところ、まあ、いろんな方がご協力していただいて、この商品がようやくできたって形です。まあ、味覚視覚、そうですね、聴覚でまた飲みたいな、また読みたいなとか、また聞きたいなとか、継続的にやっぱね、我々も買っていただくことが大事なんで、まあ、何かそこにワンポイント楽しみを落とせたらなと思って作りました。やっぱ心の中が少しでもね、一つでも温まるような、まあ、飲んだ時に読んだ時に
また元気になろうっていうのが少しでも思えたらいいかなと思っております。こちらは蔵祭りが開催されている会場、多くのお客様が訪れてお酒の無料試飲なども行われています。乾杯。ありがとうございます。はい、いいですよ ね、いろんなお酒をねこう飲み比べてきて、ほんまに機会を作ってくださってありがとうございます。リキュールがちょっと気に入りました、私。カレンナ柚子、あれいいですね、ちょっと買って帰りたいと思います。カナ泉はよく聞きますし、飲んだこともありますね。なんかいろんな味があって楽しいです。美味しいですね。今週は、はい、飲みやすいので好きです。お酒でもいろんな味があって、さっぱりしたすっきりしたのと、ね、コクがあるのと、やっぱりあのカノイズミがすごい美味しかったかなと思います。地元のあれなんでそんな種類多くないんかなとか思ってたんですけども、結構並んでいるんで、あ、こんな作ってるんやと思って。ヘベスっていうんですかね、あれ全然知らんくて気になって飲んでみたりもして、あ、意外と美味しいなっていう、来てよかったなと思います。どちらから来られたんですか？大阪。皆さん、はい、お店やってるんですけど、日本酒は扱ってるのでいろいろ飲ませていただけてね、いいの買って帰りたい。フリーのペーパーで見て楽しそうやな、お酒好きなんで。普段はそんな飲まないんですけど、お酒の中では日本酒が一番好きなんです。カノイズミは飲んだことあったんですけど、他のやつは初めてですね。もうめっちゃ幸せなひとときでした。もう来てよかったです。竹筒さんが一番大盤振る舞いでした。今これで4つ目なんですけど、カノイズミですかね、やっぱ定番の。あ、美味しい。でもリキュールも美味しいです。仲良し6人組です。美味しい。ゆずが最高。飲みやすいです。最高です。めちゃめちゃ美味しいです。フルーティーです。お味は最高だし、あの人もすごい、おもてなしも最高。そうです、はい、全部が最高。全部が面白い。全部がめちゃくちゃ全部が最高。優しい。優しくてね。今回2日間になりましたんで、やっぱり結構分散していただいて、あまり密にもなってませんし、それなりの賑やかさもあるんで、まあ、なかなかいい感じでお客さん入ってきていただきたいと思いますね。新酒のお披露目ですね。それと地元の地域の方も来ていただくんで、まあ、こういう商売をさせていただいてて、まあ、あくまでも地元がやっぱり優先ですので、そういう方にやっぱり普段お飲みいただけないお酒を、まあ、無料で試飲していただいたりとか、特にまあ今回の場合は京阪神のお客様多いんですけど、そういうところからのお客さんも蔵を巡っていただいて楽しんでいただきたいというのがまあ意図ですね。はい、まあ、いろいろ種類を取り揃えて、まあ、できるだけたくさんの種類をお客さんに楽しんでいただきたいというふうに思ってます。滋賀県の蔵、これは全部に言えることなんですが、まあ、環境的にはすごく滋賀県というのは素晴らしい盆地であって、まあ、冬場の冷え込みですとか、まずお水、例えば私どもですと鈴鹿山系の伏流水、それと、まあ、一番大きいのは京の米びつって言われるぐらい昔からやっぱり大見米っていうお米ですね。地元のやっぱり農家さんがお酒のその酒造米っていうのも結構力入れて作っていただいたりしてますんで、まあ、そういうのはね、環境が揃ってるっていうことが一番大きいところだと思います。やっぱりあくまでも伝統的な手法をやっぱり重視して、一番最近私どもがこだわっておりますところが、あくまでもお酒っていうのは食事に寄り添うと、お酒だけが主張しないっていうお酒をやっぱり目指しておりますので、その辺が今一番私どもの中で力を入れているところです。かといってその従来のお酒だけではなかなか大変な部分もあります。あらゆるアルコールから若い方が離れていってる、そういう方はとかなんとかファンを作りたい、そういうなんでいろいろ新しい分野、まあ、リキュールですとかそういうものをまあ開発していこうかなっていうふうに今はずっとやってるんですが、あとは海外事業輸出っていうものをやっぱり強化していかないかっていうのもあります。こういう小さい蔵では結構先駆者的に25年ぐらい前からアメリカをはじめとして、まあ、今は東南アジアを含めて10何カ国に輸出をしてるんですが、まあ、そういうのもまあ重点的にやってます。はい、試飲会とか行かせていただくときに、なんか新しいリキュールの飲み方をしていただいたらいいな、
と思いまして、リキュールがフローズンになるその機械を持ってお客さんに試飲していただくんですけど、まあ、その中で自宅でもこうなるのってよく言われるんですよ。なので一食ずつフローズンが家で作れるようにパウチにして、冷凍室に例えば6時間入れていただいたら、次ちょっとこうしていただいたらそのままフローズンで召し上がっていただけますよという形のものを開発中で、もうこの夏までには作って出荷したいなと思って、はい、お酒って反対に凍らして美味しいのっていう感じなんですけど、リキュールは絶対美味しいので、はい、まあ、自信を持って夏に向けて販売していきたいなと思ってます。はい、今後ですね、まあ、竹内酒造ものづくりとしては当たり前なんですけど、まずは1点目はまあ妥協せずにいい商品を作り続けること、まあ、2点目はですね、先ほどのような商品の紹介であったようにこう新しいことに挑戦していきたい、まあ、日本酒産業で一番難しいのはやっぱり技術的な革新っていうところですね。車の産業とかでしたら新しいもの、まあ、テレビの産業でしたら新しいものっていうのがあるんです。お米と水で作る商品でお酒が急に様子が変わるっていうのはなかなかないんで、かといってそこで諦めることなく、まあ、技術革新しながらこうお客様に喜ばれるお酒を作っていきたいと思っております。特に日本の方はまあ変化を好まない傾向はあるんですけど、やっぱ変化していかないと、まあ、時代は確実に変化していくんで、その中で我々は変化しながら技術をさらに向上させ、世の中に添えるような商品を作っていきたいと思っております。いやー、蔵祭りの撮影行きたかったな。本当に行きたかった。行きたかった。はい、ミキさん日本酒お好きですからね。大好きなんですよ。行きたいでしょうね、はいはい、この蔵祭りは、今回の蔵祭りはね、4つの蔵元で同時開催されたそうですから、4カ所の日本酒を飲めるなんてもう最高の企画じゃないですか。でも南さん、ロケ行かれたら竹内酒造のお酒しか飲めないんじゃないですか。それでもいいんですか。あ、そうですね、はい、まあ、それでも幸せですよ。はい。ところで気になったのは、日本初イコール世界初のお酒ですよ。サビゲン、抗酸化力が強くて長期保存のできる日本酒を新たに開発するなんてすごいと思いませんか。はい、この老舗企業がですね、安定経営を続けていればこれ以上の成長を見込めなくてもいいはずなんですよね、はい、ところが新しいことにどんどんチャレンジする、それから技術革新ですよね、挑み続ける、はい、そして新たなファンを獲得する、開拓する、この老舗企業でしたらやらないようなことをされるっていうのがすごいですね。確かに。ただ裏返しますとね、それだけ生き残りをかけて厳しい戦いの中で戦っている業界なのかもしれませんね。そうですね。このサビゲンだったら、これまであまり日本酒を飲まなかった女性とか若者にもファンが増えるんじゃないですか。そして海外の新たなファンの発掘につながるかもしれませんよね。そうですね。楽しみですよね。ただしこのサビゲン、4月8日から販売がスタートしたばかりなんですが、今年は1500本の限定販売ということで、これ早い者勝ちかもしれないですよ。気になった方はホームページなどで確認してみてくださいね。私はですね、お酒あんまり強い方ではないんですけども、はい、夏場に新開発されるっていうですね、はい、リキュールアイスですとかフローズンリキュール、とってもちょっと興味あるので、そっちはちょっと試してみようかな。先生似合いそうか。そうですか。おしゃれな感じ、ねえ、ね、美味しそうですね。私も食べたいな。とにかく竹内酒造の今後に注目したいです。以上、ビズラボでした。続いてビズログです。経済に関するタイムリーなトピックスを解説コメンテーターの鬼久保さんに分かりやすく解説いただきます。さて今回のテーマは、はい、今回はですね、冒頭で少しお話ししましたけれども、はい、定額制サービスですね、サブスク、サブスクリプションというのは世の中でどんどん広がってきていますから、その情報を紹介したいんですね、はいはい。まあのぞみちゃんの場合は、まあ、音楽ですとか動画、映像、そういったの配信サービスですよね、はい、で南さんはコンタクトレンズのサブスク、はいはい、で私の場合は、まあ、会計ですとか税金の勉強のための、まあ、サブスクということで、サブスクを利用している方の方がもう多くなって、されていない方の方が少なくなってきている、そんな時代なんですよね、もうね。これはですね、ある経済研究機関、矢野経済研究所と言いますけれども、はい、その調べによりますとね、2019年度のサブスクの市場、こちらが6835億円、
大きいんですよね、はい、それから2020年度についてはまだ正式な結果は出てないんですけれども、うん、7873億円にも上るとも言われてます、はい、さらに2023年度にはですね1兆円を超える市場規模になっているかもしれない、はい、私はもうちょっと早くなるかもしれないと思ってるぐらいなんですけども、それぐらいの市場規模がそうなんですね、うん、それだけ物を購入するという時代からサービスを利用する、まあ、所有から共有になってきてるっていう時代なんですよね。それだけ の時代の変化があるんです。そうですね、顧客としては購入するよりも初期投資にかかる金銭的負担っていうのが小さくなりますし、必要な時だけ必要なものを使えるっていうこの気楽な利点もありますよね。そうですね、はい、それ以上に企業の側、サービスを提供する側にとってもいつ売上が上がってくるかわからない、これ、うん、フロービジネスっていうんですよね、はい、それに比べてサブスクの場合はですね、安定した売上高儲けというのが継続的にお客さんから入ってくる、これストックっていうんですよね、契約数が多くなると安定します、はい、でその関係が継続している間にお客さんへのサービスというのをさらに良くしようって考えられますから、はい、お客さんもずっと味方してくれるわけですね。なるほど、はい、そのやっぱりサブスクってこれだけ便利になってきてるんで、本当にたくさんのサービスがあるんですよね、調べてみると。例えば、はい、時計、それからブランドバッグ、ファッションですよね。ブランドバッグ高いからですよね。買えない、物によっては何百万もするそうですよね。しますよ、もう買えない買えない、はい、でそれから美容ですとかのフィットネスですね、こういったのサブスク、はいはい、それから家具家電、そしておもちゃ分かります、はい、高いおもちゃ買っても子供ってすぐ遊ばなくなるし。そうですね、で幼少の時期に1年だけ使って買っておしまいってちょっともったいないですから、もったいないです、ね、年が取ったらもうちょっと違うサブスクを利用してみよう、これ需要ありますよね、はい、それから飲食業ですとか食材、これもありますよね、うん、私から一つお願いっていうか、あるんですか今の話の流れで、提案っていうかお願いっていうかお願いっていうかお願いっていうかあるんですけど、お願いですね。だから要はね、滋賀県には竹内酒造さんのような日本酒の蔵元が33もあるそうなんですよ。その蔵元から毎月何本かの日本酒が届くサブスクってあったら、あ、いいんじゃないですか、始めてもらえないかなと思います。宮城さん、それすごいと思います、うん、テーマが、ね、日本酒ってことで、はい、日本酒お好きな方は絶対したいと思うんですよ、で何が来月届くかってのを分かんない、ワクワク感あります、はい、それから自分が知らない蔵元のお酒に出会えるかもしれないんですよ、うん、よく気づかれました ね、 ねすごい、日本酒好きだから、あ、そうかなかなか知らないお酒を買うのはね、勇気がいりますよね。まあまあな量ですからね、合わなかったらどうしようとか思いますが、毎回旬な自信のあるお酒がこう送られてきたら、なんて幸せなんだろうって思いますね。滋賀のお酒美味しいから、全国とかこう海外にも発信できるチャンスになると私は思うのであります。あ、すごくいいアイデアです。ぜひぜひぜひ、竹内酒造の竹井社長、ぜひそんな提案もご検討いただければと思います。以上、ビズログでした。マスター、はい、サブスクのこと分かりました？サブスクのことはよく分かったんですけどね、以前南さんのことは謎のままです。それでよし、それでよし、それでよし、はい、でも本当にサブスクっていろいろあるんですね。そうなんです、うん、特にですね、学習分野でサブスクって進んでるんですよね、はい、一定額払えば、うん、好きな授業を映像でいつでも聞ける、どれだけでも聞けるって、そういったサービスもありますよ、うん、私どういうサブスクやったら嬉しいかな、うん、サブスクどんどん広がってきてますからね。本当ですね、まあまあ、アンテナを広げる、それがいいんじゃないですかね、うん、ちょっとすいません、提案なんですけど。何でしょう。サブスクでですね、うん、うちの店に定期的に南さんに通っていただくっていうことってできるんですか、はい、それ2パターンありますよ。2パターンマスターが私にお金をくださって、はい、私が行く、はあ、もう一つは私がお金を出して、はい、マスターのとこに行く。まさか南さんにお金って、いや僕のぞみちゃんから取りますから。ちょっと、はい、私全然得ないやん。ああそうだ、ね、コーヒー飲まれへんし、お金払うだけやし。そうそう、分からんように取るから。ちょっとせこすぎません。はい、はい、せこいです。サブスクとかけまして、お片思いのあの人と解きます。その心は、はい、決して自分のものではありません。なるほど。落語家みたい。よく言われます。、はい、
まあね、マスターのカフェね、はい、美味しい日本酒でもあれば行くんですけどね。確かにそれか、そこですよね。南さんが来られるまでに自分で飲んでしまうかもしれませんけど、あ全部、はい、日本酒カフェっていいですよね。日本酒カフェね、うん、はい、あ、いいですね。いや、ナイスアイデア。マスター自分で考えなさい、自分で。終わらないからこの辺にしとこうか。ありがとうございます。滋賀経済の次回もどうぞお楽しみに、はい。